生の魔女のミオリネちゃんがめっちゃ嫌われてるに対する反応集をお送りします。めっちゃ嫌われてるらしいけど言うほど叩かれるようなことしたか？口悪いけど最初から割とタヌキのために動いてる気がする。見てる層の理解力が足らなすぎてそう思われてるだけだぞ。親父にさんざ反発した挙句若いと同時に自分が同じことを始めるのが萌えポイント。ミオリネそんな嫌われる要素ある？スレッタにはすっげー説明不足だと思うけど。ラストでスレッタとくっついたら炎上不可避やな。可愛いのに何が悪いのか。シャディクの方がアンチ多いだろ。シャディクは嫌われるためにいるキャラやし、そいつと比べられてるのやばいでしょ。人殺し、思っててもそんなこと口に出せるか？言うほどミオリネって嫌う要素あるか？ちょっとツンデレで社長してて無能なだけやん。ツンデレはもう今の時代受けへんやろ。照れ隠しなのはわかるけど未だにクソ親父呼ばわりしてんのモヤモヤするわ。スレッタいじめるから嫌い。紫豚より嫌われてるの？パープルトン超えたってマジ？ニナと対等レベルになるには、ここからシャジクとくっついた上でスレッタ殺しにかかりつつ、行動の結果御三家全滅させて自分は安全なところで泣くくらいは必要という。ここからスレッタとイチャラブエンド迎えて逆転満塁ホームランするから。スレッタより操り人形なのに偉そうにしてるからな、嫌われて当然。今でもママがなんか言えば従う時点でスレッタより操り人形はない。ミオリネも若干ダブスタってるやろ。適当に見てたから覚えとらんが。ミオリネはデリングに守られてるだけで世界も見えてない。世界が見えている男たちによって守られていることも気づけない。カテジナさんが今放送されたら他のキャラ消し飛ぶやろ。ワイはシャクティの方が苦手や、カテジナさんぐらい突き抜けてるとネタとして楽しめる。1話から全く成長してないよね、スレッタもそうだけどさ。バカ女にそんな世界はない、2週間地球の中でも一番荒れてる地域に滞在しただけと言い放つグエルに絶頂するよね、マジで世界を知ってるんだよなって。やろうとしてることはわかるけどもうちょい視聴者に不快感を抱かせない方法見せ方してくれやと思う。常にヒステリー起こしてるし主人公に惚れてるわけでもないのにいつまでも偽婚約関係で縛り付けて偉そうにしてるのが無理。スレッタはグエルと付き合った方が幸せになれるだろ。アニメのユリカップルなんていくらでもあったけど、ミオリネがタヌキにここまで入れ込むようになった過程がよくわからん。めちゃくちゃ説明不足じゃね？このガンダム、いちいち信号が出てきてはぁ？ってなるしお前ら理解してみてんの？考えるな感じろなの？ミオリネは一貫して独りよがりでコミュニケーション不足だよな。父親ともスレッタとももっと話し合えばいいのに勝手に一人で決めて引っかき回してくる。まあそうしないとストーリー展開できないんだろうけど。エヴァと同じ意味深な会話するからお前ら勝手に想像しろ系。多分声優も自分が何言ってるのかよくわからないままセリフ当ててるでしょ。元婚約者のグエルが世間知らずのボンボンだっただけで人間性はそんなに嫌なやつではなかったってのがまた。リーダーシップがあり妖精から絶大な信頼がある。目の前の弱者を救おうとする優しさを持っている。親や弟を大切に思う家族愛を持っている。家族の期待に応え理想の息子兄になろうとする努力家。グエルと結婚するのが一番幸せやろ。そもそもアンチになるほどキャラに感情移入できない作品。命の恩人を人殺し扱いは印象最悪だったのは確か。スレッタの歪さを視聴者に印象付けるための演出だったのかもしらんけど。まず盾になるべき状況で生え叩きもギャグだし、命救われて第一声が人殺しってセリフもおかしい。スレッタも大して気にしてないしミオリネも普通に謝って終わりとか結局バズ目的で大した意味なかったな。ほんとその通りだな。ニキエの式という意味合いしかなかった。ストーリー上はなくても何の問題もなかった。彗星のいいところってミオリネしかないと思うけどな。しかいないとは思わないけど、3割くらいはミオリネが下支えしてると思うわ。傲慢な女かと思ったらちゃんと他人のことが見えてて、だからこその行動を結構取って周りに負荷かける感じは物語を動かす役割として向いてる。あなたのためだから、と言いながら決闘に負けさせてエアリアルをグエルに渡し、スレッタの気持ちをないがしろにするのはガンダムらしいというかなんというか。おどけた子供が天才的なセンスで刃物払って遊んでる。その刃物に助けられたこともたくさんあって、その子供に信頼を置くことになった。でも話をよくよく聞いてみればその子供は物事の良し悪しが全くできてなくて、母親が悪いといえば悪いし、他人を殺していいといえば他人を殺せる未成熟な倫理観の持ち主だった。
自分を助けてくれた子供に信頼を置いてるけど、今の状態は今後この子が世の中で生きていくにはあまりに危ういと思い刃物を取り上げた。彗星はそういう話やろ。スレッタは自分のアイデンティティがエアリアルに乗ってミオリネの花嫁で居続けることしかないと思ってるけど、ミオリネはガンダムの恐ろしさを再認識したからこそ、その恐ろしさからスレッタを切り離してやりたいし、強制的に紐つけようと動くスレッタ母が憎いし、エアリアルを取り上げようとしてる。エアリアルに乗るのやめてよって言って終わりにしたかったけど、夢だった学校の先生もお母さんに止められたらやめるよというスレッタの反応を見て、自分がどんなにお願いしても母親からの一声があったら全て肯定してガンダムに乗り込むのが理解できたから、無理やりスレッタにエアリアルに乗る理由を全て取り上げることになってる。スレッタが物事を自分で判断できる人間だって話だったらミオリネはここまでやってない。だってミオリネはスレッタのことを大切に思っているから。ミオリネにとっても大切に思ってる人と別れるのは本来マイナスにしかなってない。自身にとってのマイナスを選んでいるのはその相ゆえでしょ。スレッタの気持ちをないがしろにしてるっていう反応をする人は確かにいるけど、最初に死体を見た時のスレッタの反応と、その後お母さんに諭されて、平然と生えだたきで人を殺めつつおどけてエアリアルから降りてくる様子を見てれば、スレッタの中には成熟した個人や倫理観というものが存在しないってのがわかるでしょ。素直な自分の気持ちというものはあるけど、母親に言われたらどのようにも受け取り方を変えちゃうんだから。娘をねじ曲げられる力を持った母親が近くにいる限り、スレッタを暴力の輪から解き放つことはできないってのをミオリネは理解してるんだよ。だからスレッタがいやいや反応するのは分かっててもエアリアルさえ取り上げちゃえば良いんだって話になってる。オープニングやエンディングで微笑んだり仲良くて繋いでるシーンがほぼほぼイメージ映像で、実際は微笑んでるシーンほとんどないよな。彗星の主役はエリクと親子だからな。スレッタやミオリネはサブキャラ。腹黒母さんとかグエルは動機が分かりやすくて感情移入できるけど、タヌキとミオリネは何考えてるか分かりづらくて感情移入しにくい。イカスレッタがミオリネにされたこと。宇宙で彷徨っていたのを助けたら頭突きされる。家族のように大事にしてる MS を無断で使用された上に逆切れ。決闘に巻き込まれて期間限定のボディーガード扱いされる無償。巻き込まれて独房に入れられたのに何の救済もなく無視。独房に差し入れしてくれたこと良い感じになりそうなのを邪魔される。試験で MS に嫌がらせされてるのに強行させられる後日再試験。さすがに仲良くなっただろうと愛称で呼んでみたら罵倒される。夢見て希望いっぱいに考えたやりたいことリストを色ボケとバカにされる。何の相談もなく会社を作り社員扱いされるパワハラ付き。なんか幼馴染の男と揉めてたので声をかけたら罵倒される。あんたしかいないと頼んできた植物の世話を勝手に業者に依頼。ミオリネのためにデートを断ったのに興味なさそうに行けば？私はいなくてもいいということですか？ミオリネそうね。大好きなたった一人の肉親であるお母さんをなぜか敵対し、電話してたところを邪魔してバカと罵りながら頭を殴り、さらに腹パン。部屋の掃除をやれ、温室の世話をしろ、毎日メール3通送れと命令。テロリストに襲われてたのを命がけで助けたら人殺し扱い。言われた通りに毎日メールを3通も送ったのに未読無視。温室の管理に部屋の掃除を数週間やったのに一言も礼を言われない。それどころかやっぱり罵倒され殺人者にサイコパス扱い。期間最終日に騙されて家族のように大切な MS を奪われる。好意を持ってペアで送ったキーホルダーを投げ返される。散々利用された挙句にお礼の言葉もなく捨て台詞で玉よけ田舎者扱い。すまん。ぶっちゃけスレッタってミオリネを殺してもよくね？